世界的に電気自動車へのシフトが進みつつある中、トヨタが力を注いできたのはこちら燃料電池車です。トヨタは29日に開幕したロサンゼルス自動車ショーで燃料電池発電所と水素ステーションを来年からカリフォルニア州に建設し、2020年の稼働を目指すことを明らかにしました。家畜の排泄物などから水素を取り出して酸素と反応させ、1時間におよそ 2.35 メガワットの発電ができるとしています。ロサンゼルスで実証実験を行っている燃料電池トラックなどに使用する方針です。燃料電池車は走行時に水しか出さないため究極のエコカーと呼ばれていますが、水素を供給するインフラの整備が大きな課題とされています。